はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは。ロサンゼルスの鉄です。今日も、久しぶりにトラックの練習に来ました。午後に来ましたね。1時からノブに入りましたね。で、まっすぐ、これはね、パラレルパークですね。で、ブラインドサイドです。これはね、ブラインドサイドは左側の方から右の後ろの方にパークする練習です。で、反対はもう一個の方はサイドサイドでですね。サイドサイドの方が簡単です。こっちが難しい方ですね。っていうのは右後ろの方が見えにくいですから、スタート時点がね。で、これが難しい方なんですけど、ブラインドスポットじゃない、ブラインドサイドですね。で、まずこれ今やってるのが、後ろのスタートする地点を調整してですね、やったところですね。で、今切り返しを、左にカウンター当てて前回ですね。で、この今サポートブレイズのラインの全体の 40% ですね。 40% のとこに来たところで切り直しをね、右にカウンター当てて今やってますね。右前回切って、で2工程ですね。今ね、全部で5工程あります。で、これが終わったらまっすぐになりますね。今ここでまっすぐ、トレーラーとトラクターのドライブタイヤのところがまっすぐになりましたね。ここが3工程目です。ここでまっすぐに、ステアを切りますね。ハンドルね、ステアをまっすぐしまして、でバックアップして、で今降りましたね。で、っていうのはこれルックアップっていうんですね。で、今どこに右左、あ、左後ろのちょうどね、左後ろの2つのタイヤの真ん中ら辺が、このちょうどこのポストのね、ラインのとこに来たとこで、ステアを切ればちょうどいい感じに真ん中に入っていくんですね。だからこれを確認したとこなんですね。で、今ここでもうちょいあとどのくらいかバックして切るという確認をしたとこです。で、今から、これバックしてちょうどラインが来たとこでカウンター当てます。で、ここでね、はい、で、これが、今左に、そして反対にね、 40% のとこからカウンター当てて、で今度は左に切ったのから今度は左に切って、であとはまっすぐなったとこまで行けば完了ということですね。これで完了です。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。